職業オタクマイピピです。はい、ということで今日は本日から始まったくら寿司とサンリオのコラボキャンペーンに行ってまいりました。食べたものだったり抽選の様子もお届けしますので、ぜひ最後までお楽しみください。それではスタート。はい、ということで入ってまずですね、こんなインスタ映えの提灯が並んでいたりだとか、あとはスイーツメニューはこちらのカウンターで受け取るということでですね、とっても可愛らしかったです。さらに一人で来たんですけれども、個室に案内していただいて、ジム帰りでボサボサな髪なんですけれども、今日はくら寿司さんのお寿司が食べれるということでとってもワクワクしています。早速こちらを見ていきたいと思います。これが原宿店限定スイーツということでですね、なんと原宿店限定でアップルシナモンダブルクリームクレープも発売されております。今クレープを頼むとサンリオのピックがついてくるということで、こちらも頼んでいきたいと思います。さて、注文の品が届きました。私は豚チーズカルビとマヨネーズ炙りサーモンと、そしてトウモロコシの天ぷら、こちらが一番のお気に入りです。そして大人だからということで、2枚皿のねものをいくつか頼んだんですけど、皆さんにちょっとここで注意点があります。2枚皿の2枚目のお皿はガチャポンに参加できないみたいなんで、本当に無駄な抵抗でした。こちらがヒラマサです。とっても美味しかったです。さあ、ということでガチャポンを回したいので、お皿を5枚購入していきたいと思います。今回はサンリオさんのグッズが当たるということでですね、気合を入れてガチャを回していきたいと思います。いけたかなと思いきや外れちゃった。このね、悲しみたるや、右上にあんなにガチャガチャのボールが入っているというのに私の元には降りてきませんでした。ちなみに本来ならこの缶バッジだったりフィギュアが当たるということでですね、5皿食べたら1回ビッグラポンが引けるというシステムになっておりました。ただ私はもう胃の限界を感じたので、あまりたくさんビッグラポンを回すことはできませんでした。そして最後にお楽しみのシナモンくんのクレープを頼みました。こちらはですね、青いクリームもすごく甘くって、さらにアップルシナモンがいっぱい入ってて、クリームもぎっしり入ってて、こんなに安い値段でこんなに美味しいクレープが食べれるなんて目から鱗でした。以前も私の大好きなシナモンくんとイコールラブのコラボのキャンペーンによみうりランドに行った動画などもアップしているので、ぜひそちらの動画のチェックとチャンネル登録もよろしくお願いします。